くない？これ140万円振り込まれてんじゃん。140万円でこっから名前見えちゃうから全部ちょっと。これ途中で払い戻してね。で違う金額下ろしてから。20引き落としね今ね。これも一回戻しで。これも戻しかな。でね。でお金全部使っちゃったんですよ。で向こうのイギリスに渡ってからと、イギリスに渡ってレンタカーが借りれない、宿泊できない、食費がなくなった。そうで、あと イギリスからタイに渡れないということで、もうやばいね、もう本当に。なので、とりあえずまた